祥寺店に到着しました、ビリザキット八王子店はですね、八王子の駅から徒歩5分、スペースワンビルの、3階でございます。皆さんこんばんは、今日はですね、ビリザキット八王子店に、やってきました、それでは中に入ってみたいと思います。よいしょ。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、タケちゃん。はい、スタッフのタケちゃんです。はい、後ろにいるのがですね、弟の、オーナーの、八王子店エイジでございます。まあ、八王子店は中はね、こんな感じですね。こんな、感じになっております。もちろんおすすめはですね、ここステーキですね。こういう感じ。調味料はね、左からお醤油、ニンニク、ソース、マスタード、これはハバネロですね、と胡椒と塩、ビリの味付けはですね、下味はですね、ブラックペッパーとニンニクで焼いてます。やっぱりおすすめはこのニンニクと醤油なんですね。このまたにあのビリザキとかですね、独自に仕入れているニンニクなので、どんだけたっぷりかけても胃もたれしない、不思議なニンニクですね。メキサルダってやつです。ちょっとね、見た目はね辛いっぽいんですけど、これがね結構美味しいです。はい、どうぞ。うまそう。もうね、僕はね昔から処理して、この最強のコンビですね。またね、このね、チョリソーはね、まあこういうビールに合うんですな。まああのこれはね、ノンアルですけど、まあ本当はビール飲みたいね。フィットステーキでございます。おお、これは美味しそうです。
当店自慢のメキスープです。これはね、結構辛いの苦手な人はちょっと辛いかもしれないですけどね。だけどこれは本当にうちの不動の人気ですよ。人気商品です。これはね、この味はハマります。うちがあのお願いランキング出た時にね、あの美食家の審査する美食家のね、方がね、このメキスープにハマりましてね、川越シェフだったね、絶賛してましたね。ステーキをブラックペッパーで下味をつけます。まあね、これがねまた微妙なんですよね。振りすぎてもいけないし、ビリーの焼き方です。これがビリーの焼き方。最近 YouTube のマージャン見てるの、そしたら対戦で東京エイジって言う盛り上がった。エイジじゃねえだろやっぱりね、ビリーの焼き方は最高だね。本当に俺コーヒーなんですよ。ビリー好きのコーヒー入ってない入ってないですよ。俺がね、本当にあのうちのコーヒーはアメリカンなんですけど、これ本当に結構あのビリーファンが根強いんですよ。ビリーのコーヒー美味しい。ああ僕はこれちょうどいいんですよね、このアメリカン。温泉当たったから兄弟で行ってくる。それもね、すごいね。2泊3日なんて、はい、1組が1泊で泊まれると1回くじ引けるけど、はい、2泊3日で行ったから2回引けるね、はい、1回とも当たってる。え、宿泊券がすごい強運ですね。当たったんですか。
ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。